はい、こんにちは。今回はエリートボクサーがプロの洗礼を浴び KO された試合を紹介いたします。ウィラポンナコンドランプロモーションは10歳からムエタイを始め100戦のキャリアを誇り3階級制覇を達成しました。そしてムエタイ界3階級制覇の実績を引っ提げて1994年12月26歳でプロデビューし、なんとデビューから9ヶ月で WBA 世界バンタム級王座を奪取しました。ついに4戦目にしてチャンピオンになりました。前作ムアンフリーの3戦目に続き4戦目で世界王座を奪取したウィラポンは、初防衛戦でガーナの超特急ナナコナドゥを迎えました。コナドゥは当時すでに35勝しており、ヒルベルト・ローマンやラバナレスを破った非常に強いボクサーで、ムエタイのリズムからは想像できない速いスピードで初回から高速パンチを放ち、どんどんプレッシャーをかけてきました。4戦目で世界王者になったウィラポンはコナドゥのジャブをかわしながら反撃し、早くも左フックでダウンを奪いました。しかしガーナの森林地帯からやってきたコナドゥはすぐに回復し、第2ラウンドに猛反撃を敢行し、強烈な右パンチで王者をぐらつかせ、追撃の連打を浴びせダウンを奪いました。ウィラポンはコナドゥによってプロの洗礼を浴びましたが、その後辰吉丈一郎選手を2度 KO し、4度にわたって西岡選手の王座奪取を阻みました。アマチュア戦績110勝1敗のマーク・ブリーランドは数々の大会で優勝し、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを取る前からアメリカ史上最高のアマチュアボクサーと認められておりました。1984年11月にプロデビューしましたが、ファイトマネーは当時のレートで2000万円を超えており、アメリカ中から大きな期待を背負わされました。身長188センチ、リーチが197センチもあるブリーランドはアマチュア向きのボクサーで、鋭い左ジャブを突き刺し距離をコントロールしました。しかしプロでは少しパワー不足の感が否めず、多くのパンチをクリーンヒットさせましたが、相手を倒すことはできず判定勝利となりました。順調に世界王座につきましたブリーランドは、1987年8月マーロン・スターリングと初防衛戦を行いました。オリンピックで金メダルを取ったエリートのブリーランドに対し、スターリングはすでにプロキャリア45戦の雑草ボクサーです。試合は全勝のエリートボクサーの王者が
15センチの身長差を生かして距離を取り、雑草の挑戦者スターリングを寄せつけず、どんどんポイントを重ねていきました。迎えた11ラウンド、マジックマンと呼ばれたスターリングは全てのラウンドを取られていたので、意を決して距離を詰め猛攻撃を敢行し、エリート王者をコーナーに詰めて連打を振るい、左フックをヒットさせました。1956年メルボルンオリンピックで金メダルを獲得したピート・ラデマハーは、翌年の1957年8月プロデビューしましたが、相手はなんと世界ヘビー級王者フロイド・パターソンでした。デビュー戦で世界ヘビー級タイトルに挑むラデマハーは、序盤体格で圧倒し、第2ラウンド強烈な右を叩きつけ、王者からダウンを奪いました。しかし元オリンピック金メダリストが良かったのはここまででした。リングにかけろという漫画では、剣崎潤がデビュー戦で世界王座に挑戦し、見事に世界王座を奪取しましたが、現実はそう甘くはなく、すでに33歳のプロキャリアの王者パターソンは猛反撃を敢行し、次々とダウンを奪っていきました。迎えた第6ラウンド、ラデマッハーはこの試合7度目のダウンを奪われ、最初で最後の世界戦は KO 負けとなりました。アマチュアで138勝した桜井孝雄選手は、1964年東京オリンピックで金メダルを獲得し、鳴り物入りでプロデビューしました。プロ入り後22連勝し、デビュー3年で世界バンタム級王者ライオネル・ローズに挑戦しましたが、惜しくも判定で敗れ、翌年1969年5月ミスターノックアウトの身を持つルーベン・オリバレスと世界王座挑戦者決定戦を行いました。サウスポーのテクニシャン桜井選手は序盤にダウンを奪いましたが、50勝 49KO のオリバレスは荒々しい攻撃を敢行し、桜井選手は体力を消耗していきました。ほとんどの試合を KO しているオリバレスの攻撃は凄まじく、桜井選手は第6ラウンドにどんどんダウンを奪われ、世界王者の夢はついえ去りました。アマチュアの全日本選手権準優勝の実績を引っ提げて、石原秀康選手は1998年5月にプロデビューし、デビュー戦でノンタイトルながら日本王者を破って早くも世界ランカーになり、1999年3月3戦目で日本王者のセリフ小林選手に挑戦しました。3戦目の石原選手に対し、セリフ選手はすでに24戦の経験があり、石原選手とは違ってデビュー戦敗北、日本王座挑戦2度の失敗など紆余曲折を経て日本王者になりました。
この試合は辰吉陽一郎選手の4戦目で日本王座奪取した記録を破るために組まれた試合で、石原選手はそれに応えようと強打をどんどん振るい優位に立ちました。しかし雑草のフェレス選手は中盤から細かなパンチをどんどんヒットさせ、またボディーブローも効果的に入り、石原選手のスタミナを削っていきました。迎えた第7ラウンド、セレス選手はなおもボディーブローを放ち、石原選手のスタミナを奪って打ち合いを挑み、得意のショートの連打を的確に当てていき、エリートボクサーを防戦一方に追い込み、挫折から這い上がったセレス選手がエリートボクサーを凌駕していきました。セレス選手はこの試合の2年後、2001年3月、念願の世界王座を奪取しました。一方、敗れた石原選手は世界王座に届かなかったのですが、引退後、高等学校の教師になり、世界王者の田中康生選手や東京五輪の銅メダリスト田中亮明選手を育てられました。